オリオン通りは、栃木県宇都宮市にあるアーケードのある商店街で、同県内で最大の繁華街である。ここでは、オリオン通りのさらに西に伸びる、商店街ユニオン通りや、オリオン通りの裏手にある商店街、浸水公園鎌川プロムナードについても記述する。東部宇都宮駅から、東側、宇都宮二ら山の神車前のバンバ通りに向かって、約500メートルにわたって、 アーケードが伸びており、オリオン通り商店街とその東側のオリオン通り、局市町商店街の店々が軒を連ねる。その業種は、カフェ、飲食店、食料品店、衣料品店、レコード店、宝飾品店、薬局、映画館など多岐にわたる。さらにアーケードの東の端には、パルコとメガドンキホーテ、西の端には、東武宇都宮駅直結の東武宇都宮百貨店が、 一しており、地域の集客力を支えている。また並行する大通り沿いには、池上町商店街と馬場町通り商店街が形成され、大通りとオリオン通り間の界隈には、東武橋車道通り商店街、二良通り商店街、鉄砲町商店街、馬場南通り商店街、宇都宮中央通り商店街が、また周辺には、万馬場通り商店街、日野町商店街、 三橋通り商店街など多くの商店街群があり、栃木県内で最大の繁華街を形成している。都はこの界隈を町と呼ぶ。また、この東部宇都宮駅周辺の商店街群を合わせた繁華街全体をオリオン通りと呼ぶ場合もある。土日祝日、連休には県内外から訪れる多くの購買客により賑わう、ほか、平日午後は、 栃木街道周辺や大通り沿いに立地する大学や専門学校、高等学校の学生が立ち寄る姿が目立つ。さらに、宇都宮フェスト内のオタク系ショップの効果から、最近ではオタクやコスプレイヤーなどの新規の客層が現れているなど、シャッター通り化する地方商店街が多い中、宇都宮市の中心市街地は比較的検討していると言える。それでも2000年代には、 衰退傾向が目立ってきた。要因としては、従前から続く車社会化のほか、足利銀行の経営危機による、栃木県の経済活動の停滞、JR 宇都宮駅前にララスクエア、商店街周辺にパルコなどの大型商業施設が、続々出現したことによる客層の分散や、蒸気施設内への店舗の移転、湘南新宿ライン開業による東京副都心への、 購買客流出などがある。そこで、地元大学との山岳連携、地域住民の商店街運営への参画促進に取り組んだほか、アーケード内の一角に、市民広場、オリオンスクエアを整備して、イベントを実施するなどの各種活性化事業を実施し、来会社を増加させる努力を重ねている。2014年には、中小企業庁の頑張る、商店街30選に選定された。 オリオン通りの西側起点となる東部、宇都宮駅前は宝木大地と一段、低い田原大地の境界に位置し、大通り朝日坂に並行する坂道が、ユニオン通りの東口から、まっすぐオリオン通りに伸びている。このような地理状況から、通身する自転車利用者による、速度オーバーなど自転車の運転マナーの悪さと、交通上の危険が、関東ローカルや、全国のテレビニュースでも報じられ、 商店街と学校、行政が一体となって指導した結果、以前よりは改善されつつある。オリオン通りの裏手を流れる鎌川が浸水公園化されたもので、川沿いには飲食店や医療品店が多く立地している。夜間はライトアップされる。かつての宇都宮市街地には多くの小さな川が流れており、宇都宮中心部を流れる鎌川は、 第二次世界大戦前には清流を生かした染め物屋のほか、うなぎ屋などの飲食店があり、市民の憩いの場となっていた。戦後は流域の開発により水質が悪化し、氾濫をたびたび起こすようになったので、1989年に市街地を流れる 1.9km が日本初の二層式河川に改修された。現在は、並木屋時計塔、あずまやベンチを備えた。 浸水河川となっている。パルコ南側の鎌川沿いにはかつて赤線地帯があった。現在でも飲食店や医療品店の多くは古くからの建物を改装して使用しているため街並みには赤線時代の面影が色濃く残っており、これが古き良き時代の加害的空間の創出に寄与している。東部宇都宮駅側から見たユニオン通り、 国道119号を挟んで、オリオン通りと反対の西側に伸び、材木町通りを結ぶ商店街がユニオン通りである。周辺には高校や専門学校が多く立地しており、若者向けの古着店、雑貨店、アクセサリーショップなど、個性的な店がのきを連ねている。オリオン通りと比べ地下、テナント代が安価であったこともあり、 他の商店街に比べ店主の世代交代が早く、若い店主らの積極的な企画、立案によって1990年代後半から2000年代中頃には、オリオン通りをしのぐ流行の発信地として注目され、2006年に中小企業庁の頑張る商店街77選にも選ばれた。その後は、JR 宇都宮駅周辺や都心部に続々と出店した。 中央資本のファッションビルの台頭、インターネット通販との競合により苦戦を強いられているが、若者の街としてのイメージを保ちつつ、誰もが安心して歩ける街を目指そうというビジョンを策定し、環境整備や近隣商店街との連携強化、コミュニティ型イベントの開催など、地域に根ざした商店街としてのイメージ定着に引き続き注力している。一例として、 新生堂が商店街から、ララスクエアへ、ABC マートが、パルコナギへそれぞれ移転した。ガンバる、商店街30線、宇都宮オリオン通り商店街中小企業庁、ガンバる、商店街30線、関東地方中小企業庁、宇都宮ユニオン通り商店街、ガンバる、商店街30線2015年版 J ネット2110、一路線バスの運賃改定について、 関東自動車、JR バス関東、宇都宮市で、運賃上げ10から20円、日本経済新聞ニュースサイト2019年11月30日、閲覧。ありがとうございます。